今日どんな方がお会いできるのか分かりません。そこで今から少しアンケートを取ってみたいと思います。当てはまる方は拍手をしてください。まずは全員に拍手をお願いします。ではその中で男の人、女の人、女性の方が多いんですね。若い人、こんなに若い方が多いんですね。さっきスタッフの人から年配の方が多いって聞いたんですよね。では次の歌に行きたいと思います。次は鴨本さんの有名な歌をメドレーでやりたいと思います。まずは鴨本さんのデビュー曲、ヤンキーの兄ちゃんの歌。ヤンキーの兄ちゃんは花から牛乳
を待つ君の横で僕は値段を気にしてる。季節外れの栗が光ってる。東京で食う寿司は銀座が最高でと刺身盛り食べて君がつぶやく。次の歌は僕のオリジナル曲です。魚谷商店街の歌です。僕は昔から魚谷の魚が大好きで、魚谷の魚を食べていてふと思いついた歌です。で、この曲のサビの部分ちょっとやるとこういう風になっています。では少し練習をしたいと思います。
次は北海道の歌です。Thank you.
リスナーが時計色って言ってるんですよ。時計色とまあそれ僕覚えてかわいいと時計色ささやきの音飛べない離れを縫い合わせて心いてますねあの人はいない。ぬらいる you
単独ライブ第2回いよいよデビュー曲になってしまいました。もうアンコールもらってももうやりたくないんでアンコールもしてください。では最後にいきたいと思います。僕はいつもカマさんの歌を聴いて笑って元気をもらっています。なので皆さんにも笑って元気になっていただきたいと思います。では最後にカモンさんの笑うことには福来たるという歌を歌って終わりたいと思います。笑うことには福来たる、笑うことには福来たる。コンビニの店員が手を振るので、一応こっちも振り返したら窓拭い取った。うちの父の夢はヴィンテージもののワインを飲みながら若い女と暮らすことだが、現実は若いワインを飲みながらヴィンテージものの母と暮らしてる。